はい、長井です。今日はぬる床とは何かについて、サクッと簡単に解説してみたいと思います。いや、実はね。い,いつも床塗装っていうことでやってるんですけどね。本当はぬる床って言った方がふさわしいのかなと思い直しているんですね。まあ、床塗装だとね。本当に塗装屋さんと間違えられてしまうので、えなんとかね。分かってほしいなと思います。まあ、あまり専門的にならずにね。お話ししようと思います。まず、塗り床とは何かっていうことなんですけれども。 塗り床ってのはすなわち床塗装のことなんですね壁、天井、そして外壁の塗装ってありますけどね、えー、床に限った塗装のことを言いますだから外壁とか内側の壁とか天井のね塗装と一色他のジャンルではないんです床だけ独立しているんですねまあ、今日はねそのことが知っていただきたくて、えー、動画を回していますじゃあこの塗り床っていうのはなんぞやと塗る床と書くんですけどもじゃあ塗る対象物って何でしょうか その対象物っていうのはコンクリートやモルタルに限定されるんですねまあ、一部違うものもあるかもしれませんけど結局のところあんまり鉄部とかね、木とかそういうところには塗らないですまれ、あ、にね鉄骨階段の床とかを塗ることはありますけれども普段は基本的にはコンクリートそれからモルタルそういったところが主たる現場になるんですね まあじゃあそのね塗り床をコンクリートやモルタルに塗る目的は何かというと様々あるんですね。その市場の数だけいろんな用途に使われるんですね。でもいずれにしてもただ綺麗にする綺麗にする要素っていうのはまああるのかもしれないけど僕らから見ると綺麗にするために塗ってるわけじゃないんですね。シュタ目的的には安めの塗料防塵塗装っていうねそういう薄膜で安い塗料に関しては例えば中古車屋さんであったりねそういったところでまあカラフルな色を塗ったり遊園地の アスファルトの上をね。カラフルに塗ってね。楽しさを演出したりすることはありますけども、それは市場のまあ、ごく一部なんですね。まあ、そういった意味では塗り床っていうのはね？ね 機能性の部分が大きいんですね。壁塗装やね。外壁塗装が機能性がないというわけではないんですよ。ま綺、あ、麗に彩ったりね。紫外線から建物を守ったり、多くは水が漏らないようにね。防水の役割をしていると、そういうところが大きいんじゃないでしょうか。だから建物のね。風化劣化を遅らせるという意味では機能があるとは言えると思いますね。だけど、床の方はね。そういった機能だけではないんですね。まあ、もちろん防水性も付与することもありますのでね。そういったものもあるんですけども、床の場合はね。ほら歩くじゃないですか？壁とか。 天井は接触しないですよね床に関してはね歩いたりね台車が通ったりフォークリフトが通ったり車が通ったりねままあ、様々ね いろんな重量物が行き来したりすするわけですよだからやっぱり蹴られて擦られてね重いものが乗ったりゴロゴロやったりそういった衝撃にも耐えなきゃいけないのでその衝撃だけを目的にしてるわけじゃなくてもねある程度の強さを持っていないと塗り床としてての価値がなくなってくくっるんですねちょっと長くなりましたけどその目的主たる目的っていうのを挙げてみますとねまずコンクリートってほこりが出るじゃないですかまああんまり意識してないとわからないかもしれないんですけど一般の人はねもうマンションの室内にコンクリートが使われていたとしてもねフローリングを ったりね、長尺 m シート貼ったりカーペット敷いたりしてるので直接コンクリートに触れることがないんでねコンクリートがザラザラしてねほこりがもう出放題っていうことはあんまりよく分かってないとで外にコンクリートがねやってあるのを見ますけどまあ外だから別にねコンクリートがほこり出てももっとね畑や道路からほこりが風が吹けばねほこりが来るのであまり気にならないっていうか、まあ、むしろほこりが少ない方に感じるかもしれないですね細装。その塗り床材っていうのはねコンクリートに機能性を与えるんですねほこりが出ないっていう機能性を与えてるじゃないそれから から飲食物をこぼしても染み込まないそうね。ガレージであればオイルをこぼしてもね。パッと拭き取れば染み込まないですよね。厨房であればね。調味料をこぼしたり、いろんなものがこぼれるけど、コンクリートのままだったらね。吸い込んじゃってね。綺麗にしてもやっぱり匂いが出ちゃうんですね。匂いまでは取れないですよね。吸い込んだものだけど、塗り床をやって塗膜を作っておけば、そういったものが染み込むことはないですね。防水性がありますから、そういったことでコンクリートに匂い移りするのが防げるわけですよ。まあ、そういった意味ではね。厨房なんかではね。コンクリートのまま使ってると。 板のようにコンクリートが劣化してくるんですね。よくラーメン屋さんのね厨房なんかこう待ってる時の覗いてみるとね結構砂利が出てたりね麺をねこう茹でて湯切りしてるところなんかはねザラザラになってたりしますから今度見てください、まあ、そういったものがね防げるとコンクリートの腐食を遅らせることができると。 と同時にねまあその麺を茹でてちゃっちゃってやるところは熱水がかかりますよねまあ、熱水にかか熱水がかかってもね強い塗り床材っていうのも用意されているんですねそれからこれも皆さんあんまりいかないと思うんですけども製薬会社であるとか半導体メーカーとかちょっとしたあの精密な装置とか機械とか電子部品を作るときにクリーンルームっていう部屋があるんですね空気中の 1> 塵ね1立方メートル中にね浮遊粉塵がが、まあ、細かいあの粉塵ほこりが飛んでるわけですそれが1万とか10万とかクラス分けをされてるんですねそういった綺麗な空気の中で薬が作られていたり半導体が作られていたり、まあ、そういったことがあるんですそういったねところではコンクリートとかカーペットとかではね歩くたんびにほこりが出てしまいますそういうものが出なくてしかもクリーンルームの中人がね結構行き来します。擦り減ってもダメそれから ね、装置運ぶ時に台車を使ったりねフォークリフトを使ったり自走式台車っていって、まあ、自動でロボットで動くね、まあ、大きな台車みたいなのもありますけどそういったものも同じようなところをあの走るわけですよ。やっぱりフォークリフトが走るっていってもねいろんなところを走る壁際とかは走るわけじゃないんですね壁こすっちゃいますから。 大体動線は決まっていていつも同じところを通るわけですよタイヤがなぞってそれでもねすり減ってわだができたりコンクリートまでね見えてしまったりしたらまあ、コンクリートからはねほこりが出るのでもう薬なんか作ってられませんよね不衛生になってしまいます異物が混入してしまいますよねだそういったところに強くてクリーン度が高いね要するにすり減りが少ないそういったものも使われている。また 同時にね静電気が起きるのを防止したい現場もあるわけですよそういったところではその塗り床剤強くてね、まあ、剥がれにくくてすり減りにくい上に静電気まで防止する静電気を防止するっていうかね体が帯電しますよね体が静電気を帯びても静電気を防止する塗り床材の上にこう塗りますとねスッとね一瞬にして静電気が床全体を流れてね、まあ、アースされてしまうとそういった便利な 塗り方へもあるんです。また、先ほどはまあ製薬会社でしたけども、例えがね。薬品を作る会社もあるわけですね。まあそういった薬品でね。 コンクリートに穴が開いいてしまうようよな強い薬品もあるわけです。そういったものもやっぱり作らなければならないのでそれでそ,のそういったものがこぼれた時にね穴が開かないとか穴が開くまでに時間稼ぎができるそういった塗り床材っていうのもあるんですねそれは耐薬品性があると呼んだり耐酸性がある耐アルカリ性があると呼んだり、まあ、そういったことで生じているんですけどもそういった機能性もあるんですね。 先ほどはコリ対策としてコンクリートを保護するその保護する塗り床材自体もなかなかすり減らないものを使っているそれから汚れが染み込まない汚れが拭き取れるそれから静電気を吸い取るそんな塗り床材もあるそれから薬品をこぼしても直ちに穴が開くことを遠ざけてコンクリートであったら穴が開いてしまうんだけども一定期間持ちこたえるとかあるいは全然やられないと。 薬品に侵されないというそういった素材もあるんです。もうまあ、そういった様々ね。いろんな用途に塗り、具剤は使われているんですね。まあ、自動車の整備工場駐車場。 それから食品工場食品、まあ、工場もねコンクリートのままだったらね砂利が取れたりしてそれがね何かの拍子に食べ物の中に入ってしまったらねこれガリッとなってしまいますよね異物混入してしまうんですだからやっぱり少しでも可能性があるのはね目のうちに積んでしまわなきゃいけないのでコンクリートが露出したら直ちにねそこは補修したり食品工場さんの場合はしています皆様がよくご利用になるねコンビニエンスストアの工場なんかもよく行きますけれども、えー、剥がれたらね そのまま放置してないんです。すぐ直すんですね。まあ、剥がれたままにしてるとまあ、雑菌がね。水が溜まると雑菌が繁殖したり、たまたまやっぱり困ることがあるんですね。工場も衛生的に管理するためには、塗り、床材は欠かせないものになってくるんです。まあ、そんなこんなでね。塗り床材っていうのはその機能性を求めて塗られるものなんですね。 塗装のようにね綺麗だとか、まあ、その綺麗だっていうのも綺麗になるっていうのも二次的三次的にはあるんだけども実際は埃が出ないようにする汚れが染みこまないようにするコンクリートが腐食しないように薬品から守るとかコンクリートからね砂粒とか欠片が食品に混入するのを防ぐとか静電気が起きて半導体が壊れるのを防ぐとか。 自動化された工場でね。自走式台車人が乗っていない台車やフォークリフトのような、そういった台車が重い荷物を乗せて、同じところ何回も走るんですね。例えばですよ、自動車の工場のエンジン工場なども重いエンジンのね。部品を乗せて自走式台車。が、まあ、なんか音楽を奏でながらね、周囲喚起しながら自動で走ってるんですよ。音楽はね、人が気づいて、自走式台車が来た時に、まあ、避けるようにと。避けないとどうなるかというと、自動でストップするんですけども、まあ、そういったことでね、いちいち人がいなくても自動化されて、いろんな。 運んでるんででるすねそのタイヤが同じところをなぞるようにして何回も走りますとねだんだんすり減ってくるんですよ。まあ、もちろんねすり減らない塗り床材はないので一定の期間でまあ、塗り替えをするんですけどねまあ、その時にねセンサーをどうするかとかねセンサーを上から貼ったらセンサーがねすぐね 擦れにに弱くてダメになっっちゃったり埋めたらねある程度うんあんまり厚くつけちゃうとセンサーが及ばないあの感知できないとかいろいろあるんでしょうけどね、まあ、そういったことで塗り床材っていうのはいろんなシーンで使われているんですだからコンクリートをいろんな意味で保護してるんですね埃が出ないようにくるんでしまう包んでしまうコーティングしてしまうということもそうだしコンクリートだとねひび割れがもういっぱいありますよく見るとねいっぱい はい、コンクリートというのはひび割れがあるんです。そのひび割れを見えなくするため掃除するときにねコンクリートまあもちろんコンクリートからも埃が出放題で,ですけどもねひび割れもね掃除ちゃんとできないじゃないですかだからやっぱりひび割れこの継ぎ目みたいなものがね継ぎ目は段差がなく なくなるようにそれがねやっぱり衛生的な工場の願いなんですねだからスムースで継ぎ目がない塗り床材というのが好まれるんですまあ、そういったことでね、塗り床材っていうのはコンクリートにいろんな機能を与えると必要な機能に応じてね材質や材料それから厚さそういったものが決められて塗られているんです新築住宅の中ではね使われていないので皆さんあんまりわからないかもしれませんがそういう工場で過酷な条件に使われるのが塗り床材なんです まあ一方でねあのたまにガレージでガレージのね、えー、塗り床仕上げを依頼されることが最近と多くなったんですけどね、まあ、お客さんで勘違いされることが結構買ったが結構いらっしゃるんですねそれは何かっていうとねあの我々は整備工場とか駐車場はねコンクリートを保護するためにコンクリートがいかれないためにね長持ちさせるために塗り床材を塗ってるんですそして長持ちするように堅牢なものを施工してるんですけどもそれがやっぱり個人の方だとああ綺麗になる艶があって綺麗だ素晴らしいってことでねやっぱり 理想として見られちゃうんですね。まあ、もちろん理想として見ていただいてもいいんですけどね。うん、本当にパーフェクト求められるんでね。ちょっと困るんですね。結局あのまあ、こういったね。塗り床っていう床塗装の一種ですけども。一般的にはね。人間と同じなんですよね。ハンサムな人。人 っっていいうのはあんまりり能力ななかかたすするじゃないで見目麗しい方っていうのはちょっと中がね全部備わってる人もいますけどまあどっちかっていうとあのそこに特化してたりしますけどもそれと同じなんですねやっぱり理想に特化した材料っていうのはその場限りではいいんですけどもやっぱり強度がないんですね何回も歩いたりしたらもう剥がれてくるとそういったやわな綺麗さ もろ、まあ、さを持った材料っていうのはあるんですけども塗り具材っていうのはもともと厚みをつけて衝撃からねコンクリートを守ったりね振り減りに強くなる石の粉とかねそういったものが充填剤が入ってるんですねだから塗料だけじゃないだからその分完璧には塗れないんですね完璧には塗れないその石の粉みたいなのがちょっと顔を出してしまったりねコンクリートも一定の、ね、レベルじゃないんですよでこぼこがあるんですよだからその凸凹に応じた仕上げしかできないのでね とかちょっと厳しくてやめようかなと思っちゃう時もありますね。はい。まあ,あの普通の工場の現場ではね、い綺麗に行ったなってね、あのいい特典が得られるものもね、個人の場合はかなりきついこともあります。まあ、そんなわけでね、今日は何やともあれ、えー、塗り化材に対して少しでもね、分かっていただけたらなと、まあ。そんなわけで最後までご覧いただきましてありがとうございました。この動画が少しでも 興味を引いたな、役に立ったなと思われましたら、チャンネル登録、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。